湘南ベルマーレの疑問不思議に一発回答、湘南ベルマーレ七不思議。さあ始まりました。とりあえず視聴数取れなさそうな3人ですけど大丈夫ですか。いや俺がもう今回ハッスルしてバラ君にいっぱい喋ってもらわない。いやそうですね、無理だな。今回の企画は案外普通にやってるけどなんでだっけ、どうなんだっけという、実は候補もよく分かってない疑問を皆さんに知ってもらおうという。はいはい、 OK です。最初の質問、最近ヘアバンドをやたら選手がつけていますが誰が流行らせたんですか。いやーこれねタイガーじゃん。いや俺結構つけた時期あったんですけどなかなか流行らせるまでに至らなかったですね。去年だが一昨年マチがつけてた。マチが、まあそうだね、そこでは流行った流行らずに、今年のキャンプもひろかずがつけてたけどそんな流行らずに、流行ってはいないけど髪が伸びてきた。俺キャンプ前に髪切る決まなかったから、うん、邪魔だから邪魔だから、うん、それが理由、うん、俺はで、その後俺がつけてるイメージだとボム君あ、そうですね、がつけてて、次誰、トミ君最近じゃん。コウヘイ君とか、コウスケ君とか、うん、まあ、阿部君と、だ最近だからトミ君と小太郎、小太君のはいじった方がいいっしょ。確かにもうちょっといじった方がいいよね。あれもっといじった方がいいっしょ、うん、確かにちょっと、ね、誰が流行らせたっていうのはっていう感じじゃないっすよ、ね、俺でいいか。じゃあまあ今年の一発目としてヒロカズ君が流行らせたってことで俺ってことでいいっすか、うん、いいんじゃないですかね。色で、うん、いい、じゃあ一つ目色でファッションリーダーは誰だ。まあ、結構おしゃれで言えば俺も結構おしゃれっちゃおしゃれなんですけどマジジャージジャージかバスケバスケのユニフォームみたいな、結構コアなやつにはおしゃれだなって感じなんですけどバスケ選手のあれでしょ、スタジアム入りとかの格好でしょ。あれロングソックスは欠かせないっすねそこはあんまおらんもんだって、うん、あんな長い靴下ヘアバンじゃん。あとヘアバンはちょっとね、うん、いや太いので、やってよ。そう、確かに坊主にやってよ。やってよ。いきます。うん、ちょっとお楽しい説に。いやみんなおしゃれじゃない。だってなんか阿部君とかもそうです。俺そうだね。阿部ちゃんのファッションと結構おしゃれだなって思うかな。うん、そうっすね。まさきとか。ああ。まさき服好くし、好きし。好きだね。多分。いろんな服着てくるもんね。マラ君服好きっすか。いや全然。もう着れればいいと思ってるレベル。白と黒しか着ないですね。そう、もうシンプルな。そう、いやそのイメージですよ俺は。あ、本当？そんなことない。柄物着てない？たまに着たりするよ。たまにね。でもほんとたまにじゃないですか、うん、ほとんど白と黒。二つ目、スタジアムに入る時のバスの座る位置決まってますか。個人的には決まってますね。決まってるんだ。決まってないんですか逆に。俺決まってないね。空いてるとこ？空いてるとこ、俺いつも決まってるわ。前の方の空いてるところがいい。前のなんで前がいいんすか。酔っちゃうから。あ、そんなにバス酔いしちゃうから。でも拓也くんもそうじゃない。あ、そうだね。あ、そんな前なんすか。あの人一番前いいじゃん。一番前、一番前っていうか、まあ、選手の中での一番前じゃん。そうだね。まあ、でも基本ベテランが後ろじゃないですか。そうだね。大体決まってるっすよね。だって大体決まってない人の方が多分珍しくないですか。だシュートさんがやるときは絶対左の一番後ろにいる。あ、右か。シュートさん右の一番後ろか。で、りょうたくんが多分左の一番後ろ。で、真ん中ボム。ボムが。真ん中ボムが。で、その一個前に、ヤーマン、うん、ガンちゃん、阿部くん。そうですね、そこら辺が。で、だんだん若くなっていって。俺は右の後ろから三つ目。だからヤーマンの前。タイガは？俺は真ん中の列の前から5番目です。全然分かんない。分かんない。そこが前の 1,2,3,4 列使うんで、うん、あ、じゃあ選手の中で一番前、一番前の真ん中。あ、そうなんだ。端はいつも高くない。なんで？いや、すぐ出れるから。すぐ出たいの、はい、すぐロッカー行って準備したいんで、うん、あ、そんなイメージないんで分かんないけど。すぐ、いや見ててください。すぐ出てる。俺バス一番最初に出てる選手で。あ、本当？あ、じゃあ俺逆かも。スタッフより先に出てる。あ、最後に降りたい。まあ最後の方なんか、みんな降りてんのを見てたい。見てたいというか、なんか立ちたくない。ゆっくりしたい。ゆっくりしたい。バスの中でも降りる時ですらもゆっくりしたい。でも前のバスだったら俺、バラ君の前いたよ。あ、そうだね、前だったよね、うん、あれはなんで空いてないから、後ろが後ろ空いてないから
うん、俺基本バス乗るの遅いじゃん、うん、全てにおいて遅いじゃん。確かにそうだね。だから埋まってんだよ。あ、後ろがもう埋まっちゃってる。だから気づいたらもう一番前しか空いてなかった、前のバスは。で今はもうなんかそうなってる、空いてる。あ、遅く来てももう多分俺の席ってなってると、うん、じゃあみんなが認識ある、認識あると思う。自信持って自信持ってそう、前の時はそうだったね。バル君の前だった。確かに基本は適当そう、決まってる人は決まってる、うん、まあ、俺はどかしちゃいますよ、誰かいたら。え、そこに、じゃあ俺っすって。ほんと？マジで？今度行くわけよ。いや、先輩が座ってても、シュートさん座ってどうする？座ってても、いや、言うっすね。シュート一緒に行ってください。3つ目、スタジアムのロッカーの場所は？うわぁ、決まってないっすよね。あれでもマネージャーがやってる、うん、マネージャーが決めてる、ね、基本でもスタメンとサブで分かれてるみたいな感じでしょ。ああ、そうですね、エリア的には分かれて、うん、でも自分たちで決めれないもんね。決めないよね。行ったら、行ったらユニフォーム置いてあるみたいな感じだもん、うん、あれはマネージャーに聞いた方がいい。そうだね、どう決めてるか。どう決めてるポジションで近いとかでも決めてます。でもそれはある。そうだけどさ、毎回バラバラじゃん、言っても、まあ、そっか、この間俺ヒロの隣だったな、うん、と公平が隣だったから。ディフェンス陣が左側の壁じゃん。そうだね、うん、中盤が真ん中、真ん中、フォワードが右、フォワード右。トイガーもあの真ん中のとこだった。俺はその真ん中の一番の隣か、ディフェンダーよりさ、ああ、左側。あ、じゃあ本当に真ん中だったね。はい、3-4-3だったから。あ、確かにそう考えたら、じゃあフォーメーションで決まってる。そうだね、感じか。可能性はありますね。そうだね、たまに違う時ありますね。いや、そうだね。いや、そう、変なところ入り口 の、あの3人のところとか分かる分かる。え、どこみたいな。あるね。まだ選手たちは決めてないっていう感じですね、うん、そうですね、はい。4つ目、試合前のピッチ内練習の時、2人組でパスとかしてますが、あの組み合わせはどうやって決めていますか？適当？適当。適当が、まあ、俺はやっぱ先輩方に手間譲って、一番奥にまず出していって、で誰かと組むかですね。まあ、基本若手ですね、だから平岡とか、アキトとか。一番手前誰いるか知ってる？いや、そこに譲ってないんだけどな。そうだね、ヒロいつも手前にね、一番手前、一番最初に入る、一番最初に歩いていってる、うん、歩いていって手前に。まあでも空いてる。え、でも二人組は誰か決まってんの？カズ君がいるときは絶対カズ君。おお、ふざけてるあの人です。カズ君リラックスしてる、まあそうね、リラックスしてる。そう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 。いや、集中はしてるけど、うん、でもやっぱりすごい楽しい雰囲気に、うんうん、でやってる。だからそれも一緒にやってるから、すごい明るい気分でアップ入ってるんですよ。バラ君はどうすか？いや、俺は全く決まってないね。バラ君は確かにフラフラしてるな。水飲んで、お酢を低くから空いてるとこ探して、たまに一番手前で一緒になるもんね。なるなる。カズ君がいない時からじゃん。絶対そう、誰もいないから。カズ君がいない時は誰か、うん、遅い人、遅い人。水取って遅い人だよね。たまにバラ君いるな、確かに、確かに。水、そうですね、水が結構大事ですね。そうだ、アップでランニングドリルした後に水飲んで、そっからの2人組だから、そうだね、早く取って飲めるかで、どこにポジションを取るか。その速さもじゃあちょっと意識してんの？いや、俺結構遅いんですよ、飲むの、うん、みんな譲って、うん、先あで、ペットボトル取るのも遅いけどね、うん、でも、パッとダーンって言ったんですよ。そうなんだ。あんま決まってはない。決まってない。俺ぐらい、俺とカズ君ぐらいとも決まってんの、多分一番手前のね。で、あの、2人組やる前に2人でお辞儀して始めるって。あるんだ、そういうの。お願いします。アップの注目ポイントだ ね、 ね、ふざけてるっしょ。5つ目、入場の順番は決まってるの？入場ね、決まってる感じはないっすけどね。バラバラっすよね。俺は大体後ろの方にいるわ。でも俺もロッカー出てくるの遅いんで後ろにいますね、大体。俺は全然もうバラバラだな。あんま気にしないっすよね。気にしないね。相手の選手に知り合いがいたら挨拶して、また戻ってきたらどこか空いてるところみたいな感じで。いや、フラフラしてんすね、いつもじゃん。そうだね。いつもフラフラしてるわ。本当そうだね。適当。適当じゃない、ちゃんと空いてるところにこう顔出して。顔出して、そう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 。でも確か俺らは後ろの方にいるかも、ね。はい。俺だって後ろ。ああ、ヒロと。一番後ろがいいとかではない。はない。だいたい後ろ。後ろ。前はなんかちょっと嫌な。ああ。その人の背中を見てたい。みんなのある程度みんなの背中を見て。そう、安心感あるじゃん、人がいると前に、うん、誰が一番後ろとかあるっけ？誰かいる？
後ろ君多分ないですけど、後ろの方いない。あ、そんなことない。街はでも後ろ多いよ。そう、一番後ろがいいみたいな感じ。多分透かして後ろ行ってると思う。透かして後ろ行ってる。俺も一番後ろ多いっすよ。多い、意外と。はい、マジで。なんかいるよね、チームによってはさ、一番後ろがいい選手みたいな。うん、決まった。いるね。いるよね。エースじゃない。エース。やっぱり。俺ってことですか、試合。つまりは。湘南のエースは。器はあるってことですか、湘南のエース。ちょっとしんどいな。ちょっとな。ああ、じゃあちょまちに譲りますよ。まあ、なんでもいいっすね。順番ないね。順番はない。うん。俺は一番端が好きなんで、あ、基本立ちの一番端行きますけど、うん、右左どっち？右っす。右のキングベルの隣に。あ俺前の真ん中。確かに。あ、前の真ん中。大体、うん、いつも大体大体そうっす。俺はもう決まってないな。適当です。適当なんだよな、全部。適当じゃないんだよ。違う違う違う。なんかちっちゃい選手が多いと結構前に行くじゃん。そういう選手って、うん、この間行ってたね、後ろ。それでそう、俺も行こうかなと思ったら、人数多いなと思って、ボソッと、そうそう、ボソッと、前多いな、前多い。キカシさん、自信持って言ってくださいよ、そこは。だからボソッと言って、いつも言ってる、なんかバランス見て、バランス見て、後ろ立ってんだよ。俺も前がいいんだよ、前。そうだよね、なんか前に行こうとしてるんだよね。そう、前がいいけど、あれ、今日多いな、みたいな。譲ってんだよな、いつも。いや、そこ入ってっていいっすよ、もう。入ってっていい、はい、全然。いや、もうそしたら前7人とかになっちゃってさ。全然いいっすよ。そんな。なんか一回あったよね。あるよね。めっちゃ前多い時あったよ。うん、そこ後ろがこううまく配置して調節するんで。ちょっとこうやって肩広げて。はい、メカメに見せて。誰後ろ、マチ。大輝もしようか。大輝もしようか。ガンピディフェンスラインか。俺の隣が。タチ君は。いや、タチはね。タチ君前じゃないですか、意外と。あの人前いんの。意外に前いる気がする。いるイメージないの、うん、デボングでしょ、うん、そんぐらいか。ガンちゃんそうなってくると少ない少ないって立たなきゃっつって。俺らに一声かけてくれれば俺出すんで。俺ああ後ろ行く、はあ、後ろ行ってくれる。 OK。 あれは適当っす。なんかその場のノリ、誰が誰がみたいなね、みたいな、ね、で誰も言わないから、じゃあ誰誰行けって俺言ってます。そこでそこです。今日マーチみたいな感じ、うん、今日タチ君、ね、写真撮影のこの組んで誰もいないから組んでから誰誰みたいな。決めた方がいいんかな。決めます。ね、あそこでちょっとグダンでもなんか良くなくないですか。ね、そうだよね。2、3人。誰行くのみたいな。でも一旦笑顔にはなるじゃん。まあ確かに。俺誰誰みたいな。俺やります。やるっていうかもう誰。俺が人決めていい。そうそうそう。決めますわ、じゃあ俺が。早く行きましょう。言っていいよ全然。勝手に。バラ組んでいくわ全部。うん、やめろよ。じゃあボソッとだけやめてくださいよ。ちゃんと言ってくださいよ。カメラマンたち聞こえない。聞こえないよ、聞こえない。ボソッと。勝手に解散しだして。カメラマンあたふたしちゃうよ。6つ目、勝利のダンスは練習するの？しないね。しません。しません。する？練習で。練習後とか。あー、練習後にイメージ作り。じゃ勝ったチームが勝利のダンス絶対やんないじゃん。やんないわ。絶対やんない、一番やんないじゃん。勝利のダンス、未だに分かんない時ありますもん。なんで？いや、なんか初め足どっちからやるのかなとか。足どっちからあれ？右っす。右が全部右っす。全部右って右足っす。右足を出して右に行くってこと？開くってことですね。じゃあ最初開いてこう行くと。そうそうそう、多分ね。俺のは昔からそうしてる。ああ、じゃあ合ってると思うよ、ね、けど違う人はやっぱりごちゃごちゃいるじゃないですか。そうするともう、でもさ、知らないよね。だってさ、新しく来た選手とかにさ、何も説明せずにやるじゃん、あれって。初めて勝った時俺どうすんのかなみたいになったなった。そうそう、え、何やんのかなみたいな。とりあえずなんか一緒にこうやって歩いてるだけみたいになっちゃったよね。最初。確かに教えたことないわ俺。でも実際言っても俺も別に明確なあれはないっすよ。小学生からここにいるけど、その右足からやって右行くとかも、うん、多分ない。多分そう。多分そうだよ。それでやってる。多分そうでやってる。ああ、統一した方がいいですね。確かに足揃った方が得意。かっこいいですね。バラバラして。そこも。
あれきちんだよな。あれきつい。そうそう、すっごい体もうさ、90分やった時な、あれもう気持ちいいんだけど、ね、そうそうそう、足つった時とかあれちゃう、あれちゃう、もう本当にあのステップ踏めないよね。マジで分かんない人とかいるもんね、未だにね。確かに未だに分かんないんじゃない。阿部くんとかやってないでしょ。阿部くんはね、去年ね、うん、F 棟でね、ああ一人でやってたね。そう、一人でやってた。超ぎこちなくてあれでも一人でやるの超きついっすね。きついっすよね、絶対一人でだって手の位置どうしようみたいな。確かにやったことないっしょ。でもないっす、ないっす。あります。ない。あ、じゃあヒロもない。ないない。引退までに1回ぐらい。そうだね、引退に引退までに1回ぐらい、1人1回でいいですね。1回でいいですね。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいね、あれね。エンジンダッシュ。エンジンダッシュ。あれはソリさん、チョウさんがもっと前。そう。じゃあ知らないっす。なら俺らはもっと知らない。いや本当そうだよね。なんでダッシュしてんだろうって俺思った最初。教えてないっすよ。教えてない。いやでもキャンプとかで練習でやるから、練習試合で。だから多分公式戦までにはさすがに。そうだね。なんかやっぱ入りたて忘れちゃうっす。ああ一発目。一発目とか。一発目どうだったの？あでも忘れてる人いるよね結構。で遅れて慌てて走っちゃうみたいな。あ確かに、あみたいな感じで走るってことね。あと掛け声合わない時とか、ね、なんか数人走っちゃうみたいな。あたまにあるっす。なんかあるよね。ガンちゃんなんか言うのが長くて分かんないんだよね。えここかみたいな、ね、キュッて動いちゃう時、ね、そうそうそう、うって言っちゃうんだけど、おいみたいになるっすけどおい動いてんじゃんみたいな走ってないっしょバラ君。もうほんとこっかここぐらい2メートルぐらいしかしない。なんで見てんの、なんで見てんの。結構気になるんですよ俺。だって見れないじゃん普通。みんな散らばってるから。けど俺サイドに出るからこう見ながら体向きこいつの癖っす。今日もアップで言ってたけどターンした後絶対視線残して出してそこでわーバルクやってねえなみたいな。でも上からとか見てるとやっぱ走ってない人いると綺麗に見えないですよ。ああしっかり。そうだね、ああそういうことね。だからそこからねちゃんとみんな走った方がいいです。ああじゃあそれ共有してよ。言った方がいい。そうっす、言いましょう。言ってる。言った方がいいね、これ、みんなに。あの、試合直前のさ、エンジンで、ロッカーのエンジンで、今日、エンジンダッシュ、みんなで全力で。ちゃんと走りましょうっつって。そうだね。10メートル。10メートルはダッシュで切れる。10メートルは長い。長い。長い。長いか。長い。いやー、10メートル長いか。10メートルだとちょうどいいんですよ、サイドは。あ、サイドの選手ですか。ちょうど配置につくぐらいで。ああ、そのままね。そのまま配置つけるんだよ。だって、真ん中の選手だって10メートル走っちゃうさ。また戻ってこなきゃいけないからさ。そこダッシュでも戻りましたよ。いやいやいや、バラ君に注目しましょう。エンジンダッシュ、はい、そうだね、みんなでちょっとねしっかり走ろうみたいな。いやバラ君すごい主に俺主にアンカーだよね基本多分。ちょっとじゃあちゃんと走るわ。7つ目、なぜ畑選手は丸刈りにしたんですか。これはね、まあちょ悪い流れを断ち切るって意味で気合いの坊主に怒られちゃったから。いやーそれが9割ぐらいしないんですかね。反省と気合の坊主ということで。あ足速くなった。どう。いややっぱ抵抗はだいぶ減ってるんで、体重も結構軽くなってて1キロぐらい。やっぱ結構重かったんだなっていうので。それどうすんのこれから。いや伸ばしますよ。あ伸ばすの。いや気に入ってたんですよ俺髪型あれ。あーアーノルド。アーノルドヘア。金髪坊主にしてよ。ああそうだね、髪の毛の色を変える。金髪坊主見てみたいよね誰か、うん、誰かね。大輝とかさ。大輝ちょっと芋臭くなりすぎでしょ。どうどう金髪合いそうじゃない。似合うと思うよ。まあ、でもやっぱ髪にダメージ頭皮とかにハゲる結構気にしてんすよハゲを。確かにちょっとやっぱ頭皮のケア大丈夫だろ。大丈夫、ま、大丈夫ですか。まだ全然大丈夫だよ。結構気にしてんすよ若い時にしかできないよ。そうだ今でやろうぜ。金髪ですか。金髪坊主今の長さで金髪しちゃいじゃん。そうそうそう宣言して。いやそうですね。じゃあえマジマジマジとか言っちゃってんじゃん。まあ、点取った暁にはないじゃん金髪坊主しようかなと思います。ないじゃん勝利のダンス一人でやった暁には。あそうですねそれでもいいっすね。じゃあそうしますか。ない一人なんで一人でやった暁にはその場でじゃあもう持ってきてもらって通るよと。あのないじゃんサポーターの前でないじゃん。あるよ近々近々ある。
あ、じゃあ次怒られたにしよう。いやそれもちょっとね、飲んでいいし、ネガティブ、ネガティブすぎるんですけどね。まあじゃあ次なんかこう気合い入れなきゃいけないような事態が発生した時には、あ、今回みたいな、ね、あ、タイガが金髪坊主にしたらそういうことだっていう、あ、何かがなんかあった、なんか、なんかあったんだなっつって、なんかあったんだな、まあ、やらかしじゃないってことだけはちょっと言わせてほしいですね。気合いなんだよ、あ、今はね、はい、うん、そうだね、うんうん、そういうことだ。いやでもやっぱ、ね、ユースじゃないですか、僕ら交代連からするとやっぱ気合い入れってなったら坊主が一番手っ取り早いっていうか、なるほどね、気合いって言えば坊主みたいな。バラクにしたことある？あるある、1回ユースの時、え、連帯責任で、マジで全員坊主。見たい写真、あの幸恵さんに送っといて。いや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 、無理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 、やだやだ。なんでなんで、なんで、多分それで多分再生回数増えます。あるかな、サムネもそれでいいよ、モザイク、ね、そう、それ絶対相当釣られると思うんですよ、みんな一旦開くよ、なんだこれなんだ。筋トレルームの音楽大音量で流れてる、誰が選曲してるっていう、あ, あれはもうあの人しかいないです。大音量は彼しかいません。そうだね、彼ですね。彼しかいないよね。いや彼がいないとボン君とか結構かけるです。朝早いから、ね、あ、彼がいないときはね。そう、早く繋いで。うん、ボン君流してるよね。みんなイヤホンしてない？試合前とか。試合前はそうですね。俺マチオ君の音楽あんま合わないんで、好みが。合わない。そう。わかる。わかるっすか。わかるわかる。あ、合わない、まあ。あるじゃないですか。合わない。それは。合わない。まあまああるよ、あると思う。俺も。だから俺はもう大音量でシャットダウンしてます、あの曲は。あ、じゃあ全く聞こえない。聞こえない。シャットダウンまではしてないけど。聞こえない。何聞いてんの？いやー、洋楽が多いっすかね、やっぱ。けど、アメリカ国歌とか、アメリカ国歌聞いてんの？なんか俺、マジで僕の時行ったんですよ、NBA。でもみんな全力で歌ってて、超鳥肌立って。だから帰ってきて、最初の3試合ぐらいは、なんか試合前聞いてました。もう鳥肌立ってそれで、うわ、こっから試合始まるのかみたいな。歌って歌って。いや、ちょっと。いける？いや、ちょっと別枠で欲しいです。ハタラも国家選手っていう、この後別撮りで、別撮りで、別撮りで、別撮りでやって、それも載せたら見るんじゃない、やっぱり。まあ、そうだろう、歌聞こえる。まあ、そうですね。まあ、それ考えておきましょう。